森田先生、英語が話せない人って日本にたくさんいるじゃないですか。そうですね、こんだけ一生懸命勉強してるのに、そこの人たちに共通する間違いというか性格みたいなものがあるんじゃないかなと思ってるんですよ。おお、なるほど。それは一体何なんですか、何なんですかっつっちゃったということで、これだけはやるな、英語を話せない人の特徴ということを今回お話ししていきたいなと思います。一つは間違いを恐れてしまうっていうところかなと思うんですよね。言語を学んでいく上で間違うのってもう必要不可欠じゃないですか。そうです。多分森田先生もいろいろ間違いを犯しながら、あ、これってこういうふうに使ったらいいのかみたいなのを経験して身につけていきませんでした。そうだと思います、間違うことはいいことですよ。あ、そうですよね。人間間違えなかったら進歩はないでしょうって言った先生もいるぐらいですからいや、そうですよね。なんで間違っちゃうのが怖いなと思って、オンライン英会話なり、英語を喋れる友達を作るのを避けてしまう人がいるかもしれないんですけども、そうじゃなくて間違いしないと英語喋れるようにならないので、まず話してみるみたいな、もうどんどん使っていくみたいな気持ちでやってもらえると話せるようになっていくんじゃないかなと思いますね。そうですよ、日本語喋ってる時だって間違いますから普通に。そうですね。テレビ見てみてください、 YouTube の動画見てみてください。日本語喋ってる人たちって間違いたくさんありますよ。だから完璧にしてから喋るとかっていうのをやってたら喋れないですから、どんどん話していくっていうのが、ネイティブでも間違えますしね。間違えるんですよ、あとこれもたまにいるなと思ったのが、 TOEIC の対策をしてる人で、900点なのに喋れないみたいな人、読み書きの勉強しかしていないっていうタイプですね、就活で使うためみたいな感じで TOEIC900 点とか頑張って取ったとしてですね、会社からするとじゃあ喋れるよねみたいな風に思われちゃうんですけども、全然話してこなかったとか全然書いてこなかったっていう方は会社に入ってから困ってしまうっていう人がいたりする。読み書きの勉強しかしないとそうなってしまう恐れもあるんで、こう同時並行でですね、ある程度ライティングとかスピーキングとかもやっていった方が、バランスよく英語力がついていくんじゃないかなと思います。あと他になんか英語話せない人の特徴とかありますかね。一番大きいのはそもそも、インプットが足りてなくて、なるほど、アウトプットに持ってけてないよっていう人とか、あとはやっぱりメンタルの部分だと思いますね。視聴者とかでもそうですけど、この間違いを見つけようみたいな、完璧にこだわりすぎちゃってるんですね。そうですね、っていう人が多いので、なんか間違えたら言われるとかって思うと萎縮しちゃうっていうのはあると思います、ジョークでやるんだったら全然ね、いいと思うんです。自分自身もジョークでやったりはしてますけど、このドラマに出てきた英語直したりとか、そういうのは分かってやってるんだったらいいんですけど、もうただただもう人のここがダメだとかっていう悪口を言う人もいっぱいいるので、そういう人たちがいることによってやりたくなくなっちゃうっていう風になってるなっていうのはすごく感じますね。確かに。あと最後に、発音をおろそかにしている人、はい、これもやっぱり通じなくなっちゃうんで、やめた方がいいなと思います。なるほど。実際僕もですね、本当に発音できなくて、最初ですね、カインドをキンドって呼んだぐらいですからね、なるほど、もうキンドなんて言ってたら絶対通じないんで、そこまでじゃなかったとしても、例えばアンブレラとかでもですね、アンブレラとか言ってたらですね、アンブレラってなんだよみたいな感じですから全然伝わらないですし、ちゃんと英語の子音とか母音どういう風に発音するのかなっていうのは一回学んでいただいた方がいいかなと思います。そういえば発音に関する動画前出したので、よかったらこちらもちょっと参照していただけるといいんじゃないかなと思います。そうですね、発音通じなかったら意味ないですからね。もちろんそれはね、いちいちここが間違ってる、ここの発音が違うってね、書いてくる人いっぱいいますけど、 YouTube 上にはですね、謎の日本人のスペシャリストたちがいっぱいいますが、そこまで気にしなくてはいいんですけど、ただやっぱ通じないと意味ないんで、間違うことはいいことですけど、その間違いっぱなしでほったらかしは意味ないですから、ちゃんとそれを直していくっていうのは大事だっていうのは知っておいてほしいですね。皆さんもですね、ここで話したことを参考にですね、間違いながらでも喋れるようになっていきましょう。このチャンネルでは英語学習や留学、英語資格に関する情報を発信していきます。何か質問ですね、僕たちに聞きたいことがあったら、ぜひぜひコメント欄に残していってください。 Leave comments below.